青春は優しいだけじゃない。痛いだけでもない。原作米沢ほのぶ、角川文庫から古典部シリーズ評価。青春ミステリーがついにテレビアニメ化。それでは主な登場人物を紹介しよう。物語の主人公、省エネをモットーとする俺木宝太郎。神山高校1年、古典部所属。瞳がとても印象的な少女、チタンダ・ベル。同じく神山高校1年、古典部部長。一見清楚なお嬢様、実はとても好奇心旺盛な少女。巾着袋がトレードマークの福部聡、俺木宝太郎の友人で同じく古典部所属。お調子者な好青年。童顔で小柄な少女、茨麻也香。俺木宝太郎とは小学生からの腐れ縁。古典部所属。可愛らしい外見とは裏腹に毒舌な少女。監督、竹本康弘。シリーズ構成、ガトー庄司。キャラクターデザイン、西谷太志。音楽、田中康平。そしてアニメーション制作、京都アニメーションが送るほろ苦い青春群像劇。評価、テレビアニメーション、2012年4月から放送開始。